二の腕や背中の肉を取りたい方は一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででん、レジスタンスバンドを使って胸、背中、肩、二の腕を鍛えていきましょう。ゴムバンドは一番柔らかいのから使用してください。バンドがない方はですね、1キロのバーベル、または物がなしでもできます。バンドを使った方は鍛えることができて、バンドがない方は肩こりや胸のストレッチなどが可能になります。男性に関しては硬いゴムバンドを使うことで負荷を上げて鍛えることができますので、一緒にやっていきましょう。今回は10回を5種目やっていきますので、同じペースで見よう見真似でやってもらえたらなと思います。ではやっていきましょう。はい、まずは二の腕と背中を効かしていきます。ゴムバンドに手を通します。親指だけ出してこのように手を通します。ここからバンザイです。バンザイしたらゴムを引っ張りながら頭の後ろに持っていきます。バンザイから横に引っ張って肩に下ろしていきます。しっかり引っ張って肩です。もしもゴムバンドを引っ張ることができない場合、その場合は二の腕の力が弱いですから、しっかりゴムをね、広げれるように鍛えてください。今回は一番柔らかい分ですので、これでもし手がね、広がらない方は、もうそれでも OK です。できるだけ引っ張って頭の後ろに下ろしてください。これをまず10回一緒に行きましょう。いきます。1、2、上でゴムを戻す感じです。3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。続いてこのように手を通します。脇を締めてこのまま手を横に広げていきながら肩甲骨を寄せます。これが広がらない方、もちろんいると思うんですけども、できるだけ脇を締めて、できるだけ引っ張ってください。引っ張った時に胸を張る感じです。これで背中を効かしていきましょう。10回いきます。1、しっかり胸張って、2、3、4、5、6、1、8、9、OK。 はい、続きまして、初めと同じように手を通してください。今度は広げたまま上に上げて閉じます。広げて上に上げて閉じる。いきましょう。10回です。1、2、目いっぱい広げて、OK です。はい、続きまして、前かがみになって引っ張って上げます。一緒に10回いきましょう。いきます。1、しっかり引っ張ってきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。続きまして、マットの上でプッシュアップをします。きつい方は膝をついて、できる方は膝を浮かせてやっていきましょう。親指を出してゴムを開いた状態で手をつきます。そうすることでゴムを開いた状態ですから、しっかり二の腕にも効かすことができます。一緒にこれを10回やっていきましょう。
ゴムを開いて手をつきます。いきます。OK です。お疲れ様でした。このレジスタンスバンドを使うことによって時間と回数を短縮することができます。もちろん何も使わなかったらですね10回ぐらいでは効かないんですけども、ゴムを使うことによって10回でしっかり効きます。これを2セット3セットすればもっと効果的です。ゴムバンドをきつくする、ゴムバンドを硬いやつを使うことでもっと負荷を上げることができます。同じメニューでも OK です。しっかり今ので上半身全部使えてますから、1分とかね、見よう見まねでダンスするとかね、ああいうのは有酸素運動になるので逆に筋肉を衰えてですね体が引き締まらなくなりますんで、できればこういった10回ぐらいで効くように適度な負荷を与えるようにしてエクササイズを行ってもらいたいと思います。今ので胸、肩、二の腕、背中という風に全部使えてますので、もう鉄板メニューとしてですね何度も動画を見ながら一緒に10回頑張ってもらえたらと思います。エクササイズのメニュー的には女性向けなんですけども、ゴムバンドの強度を上げることで男性も十分鍛えることができます。ですのでゴムバンド硬い分使ってですね、今みたいな10回を3セット4セット5セットすることで十分マシンを使ったみたいに鍛えることができます。ゴムバンドない方は説明欄にリンク貼ってますので用意しておいてください。これからも少ない時間、少ない回数で効くエクササイズをどんどんのしていきます。よかったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録、そしてシェアの方も協力してください。これからもレジスタンスバンドを使ったエクササイズ一緒にやっていきましょう。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.